お疲れ様ですす月日日水曜日朝の6時の時相場解説になります、えー、今回の相場解説をもってね、えー、FX オリガルヒの皆様への発信も、えー、終わりということであとは夕方のまとめにお任せしたいと思います日中は特に細かく入れていかない方がいいかなと思います、まあ、というのが今回もですけどもねテクニカル的に解釈を用いてエントリーするっていうポイントは非常につかみにくいんですよこういうい時ははっっきり言って割 切ってですね今週はトレードに向かない週なんだなと思って、えー、見送った方がいいいと思いますねで8月の2週目8月5日から十分トレードがーやっぱできるようになってくると思いますのでメリハリをつけてね今週はいけるとき今週は休むときっていうふうにこういったいける週いけない週を見分けれるようになるのもトレーダーとしての、ね、力の入れ方の、まあ、ポイントだと思います。 で、えーと、要点っていうのは、この夏にね、こちらのチャンネルラインをついに割ったってこと、これがもうはっきりしたんじゃないかなと思います。ずーっと倍一辺倒で取ってきた、そういった相場感だったんですけども、今はね、セルで取るような形になってるでしょ。もちろんセルで取ってるかどうかっていう事実は個別で違うと思いますけども、現象としてはもうセルで取るっていう風な流れになってきたでしょ。で、さらに今日はね、ここにも書いてますけども、 日銀の金利の上昇のニュースが入ってます0.25になるそうですまあそういった観測を受けて当然ですけどもドル高ではなくてね円高の方向に値動きも触れてきてますよってことです昨日はどっちに行くのか分かんないよって状態の説明をさせてもらいますけどもここからまさにねさらなる下落を出していくのかなってとこでもう160円付近でこうな介入に怯えることはないのかなっていうとこです綺麗に 高値でのダブルトップからガーンとね、急落をいろんな事情で出してきましたね。まあのほとんどがファンダメンタル的な下落なんですよ。でもファンダメンタルでの下落もここまで続いてくるとテクニカルに変わってきますんでね。そのように意識を持っていきましょう。で、4時間です。まあ、今日トレードすることはもうないと思いますけども、4時間の方を見ていくとはっきりしなかった動きが大きく下の方にね、触れていて、 あとはこのヒゲ先をどのように抜いていくかもしくはそこでまた弾かれるかってことを見ていくことになると思いますただ全体的にもう下落トレンドと言ってもいい流れが完全にできてますのでエントリーするならセルでエントリーするっていうふうな形になると思いますはいで1時間を見ていきますね1時間結局ここに対して値動きがどういうふうにこれからなっていくのかっていうところを見ていくポイントになります これまあ、高値圏ではあるんですけども1時間軸だけを見るとこれ安値圏に入ってきてますから短期的な上昇も起きるわけですよねまあないと思いますけどもね <laughs> ここを抜いて下に行くまあそんなところを見届ける1週間になるんじゃないかなと思いますえー、それではね、えー、水曜日木曜日金曜日とどこまで価格が変わっていくのかもしかしたら150円台を終わって140円台に戻っていくのかもしれませんかつての防衛ライン152円 まあそこに今いるわけですから、さあ、ここから改めてね、えー、新しいマーケットどっちに行くのか、ゆっくり見ていきましょう。細々と見る必要はありません。どちらにしても手も足も出ない1週間になると思いますので、えー、今週が終わった後ね、きちんと頭と身辺を整理して、8月第32週からきちんと利益を取っていく。まあそんな心構えをしておきましょう。それでは。